ビト社の地図、ビト社さんは、ブルガリアの首都ソフィア郊外にある山海ビト社さんは、観光客にとっては、ソフィアのシンボルの一つで、ハイキングや登山、スキーにも近い場所である。便利な路線バスやロープウェイなどで山には、容易にアクセスできる。ビト社さんを含んだ3階の範囲は、自然公園に含まれ、よく知られた場所や、多く訪れる部分が含まれている。 ビトシャ山ん毒はソフィアの保養地でクニャゼボニエゼボチックには温泉がある。ビトシャはバルカン半島では一番古い自然公園である。ビトシャさんは火山活動とその後の火口岩のゆっくりとした終局によって徐々に隆起して形作られ、結果出現した。一見したところドーム型をしているが長さ1 9トル幅1 7トルで実際は 同心の侵食された大地の上下の階層で構成されている。ビトシャ山は四つの重だった尾根の部分に分かれており、その種尾根は、セルニブラフで知られる頂上に集まっている。黒い峰は最高地点で、海抜2290メートルあり、重地点あるビトシャ山の2000メートルを超える峰の一つである。古代以来、トラキア人の多くが常にビトシャを基盤に存在していた。 最後の4000年間、この大きな居住地の経済は常に何らかの形で、近隣の山とつながっていた。リト社の名称は二つの峰とタイの尾根の山から来ており、ソフィアにそびえ長い時をかけて、現在の形になった。速攻所が1935年に頂上に設けられ、現在も運用されている。速攻所は、ハイカーの休憩用のシャルターや、 山岳救助隊の本拠地としても使われている。歴史的な文書には、数世紀前にはまだビトシャさんは近寄りがたい、偉大なブルガリアの森、マグナ・シルバ・バルゲリカと示していた。今日、ビトシャには、自然の神妙樹林は、ブリストニスコ・ブラニステや、周辺のズラトニテモストベに残っている。黄金京の驚く事象は、石の川と山腹を下る多くの角の取れた石の帯で、 構成されている。素晴らしい景色は、ブラダイスカ川沿いに広がり、この辺りには落葉樹と常緑樹の混合した森林が広がっている。ビート社で発見された石の川はかつて氷河のモレーンであった。それらのさらなる形成は、重力と水の移動させる力によって、下流の谷に丸くなった岩とその緩やかな動きの、球状の侵食を発生させる。 自然保護の考えが現在の理解から遠く離れていた当時、1934年に一部の見識のある貴族が最初のステップとして66キロ平方メートルをビトシャ自然公園と宣言し、これゆえビトシャはバルカン半島では初めての自然公園となった。後年の初期のブルガリアの保護のいくつかはブリストニスコブラニステとトルフェノブラニステで範囲が定められた。 自然公園の範囲は長い年月により変化し、今日では全ての山の範囲が含まれ266.06キロ平方メートルである。アレコ地区の山小屋海抜の大きな変化から、公園内では多様な気候や植物症、動物症が見られる。研究では、比較的狭い山の範囲で1500種の鉱山植物、500種の草類、326種の線類、 200種の地位類が存在することが明らかになっている。これらのうちの31種はバルカン特有の種で、52種はブルガリアのレッドリストに含まれている。森林は主に欧州東非とブルガリアもみ、いくらかのマケドニア松、ヨーロッパ赤松、モンタナ松と低地の混合の落葉樹、主にブナ族、カバノ貴族、マナラシ、ハンノ貴族で構成された3つのラインなどで、 構成されている。双本の植物に関しては、バイケ形イ層がよく見られ、他の種類は、ユリ科の植物が自生している。また、卵科も自生している。ビト社高原トルフェのブラシュにて、うして、仮面、デルボン。ビト社の名称が使われている例。ありがとうございます。